好啊，金碧辉煌的监狱。哎，这什么地方？哎，那是干嘛？枪卖枪卖的。哎妈的，小强，去死！啊，长号，萨克斯。我靠！妈的，为了赚酒水提成啊，这么灌酒呢？妈的，土豪的生活。すごいね。東京でもこんなに派手な店は見たことないよ。そりゃもうここが何はナンバーワンの店ですさかい。蒼天堀来てグランドへ寄らんやなんてタコなしのたこ焼きみたいなもんですわ。いや先生には遠路はるばるお越しいただいたんやから今日はたっぷり楽しんでもらわんと。さあ行きましょう。でもさ、本当に大丈夫なの？こっちってこれもん多いって話じゃない。そないなことありまへんって。もう先生何遍言うたら信じてくれはるんですか。うん。でも蒼天堀って言ったらあの近江連合のお膝元でしょ。町ごとヤクザの巣窟みたいなもんだろ。まあ。ましてやこの手の店なんてもう、まあ、你知道就好了不要说出来嘛。あれ絶対ヤクザだよ。やっぱり私帰るよ。え、じゃあ狗要出去了。大丈夫ですってほんまに。嘘の店も確かにありますけどこの店に限っては絶対安心。折り紙付きです。え、まず你不要慌嘛。不就是进来大保健嘛。ああ、あれは確かにヤーさんやけどこの店じゃおとなしゅうしてますよ。妙にこの店の肩を持つね。まあまあ細かい話は抜きにしてさあさあまずは座って一杯やりましょうねえ。ほらさあ。でもね、妈的，为什么你们两个男人来喝酒，我遭不住了。こんばんは。失礼します。好，拍了两个妹子。哎，这不是优美吗？好美啊。いや、こんばんは。どうです、女の子も粒揃いですやろ。このお方な、東京のでっかい会社のお偉いさんやで。ほら君らも顔売っとき。やっぱり偉いさんなんや。なんか貫禄ある。おもた東京から来はったんですか。其实这些妹子为了赚钱也不容易啊。こっちにはよく来はるんですか。いや、但一般这种妹子在外面各种卖啊，在家里面有个好吃懒做的男人，天天骗吃骗喝骗爬爬，我就不知道他们怎么想的。頼むで。なんや、責任重大やわ。じゃあまずはお飲み物からやね。何言っちゃいます？どれ。おお、シャンパンで10万か。やっぱり結構するもんだね。そしたらまずシャンパンいっときましょうか。おいおい、大丈夫か？10万だぞ。大丈夫大丈夫。
先生はもうお金のことなんて気にせんと存分に楽しんでください。不，那那你的意思就是你给钱喽？ありがとうございます。10万块哈，我之前查了一下，人民币跟日元大概是1:18.5，我们就打它算20嘛。那十万的话，先除以2=5万，5万除以10，5000块。哎，还好，也不是太贵。真正的土豪就不在乎这个钱了。確かにその通り。还没有贵到那种非常夸张的地步。ここは潔く一人一本いっとこか。ほな四本やね。お前らの分もかい。那就是20000块钱了。ええわ、よかった。さすが男前。お願いします。关于这个，他们有提成的，他们肯定很高兴。亲爱的。哎呀，你不如直接花钱去啪啪算了，你这个都是逢场作戏，好无聊呀。哎，但是话又说回来，那花钱哪能买到真的？花钱的都是逢场作戏的呀。啊，この店が有名になったのはつい最近なんですよ。そうなのか。ええ、少し前に支配人が変わって。そこから急に。哦，是不是那个真岛？社員くらいでそんなに変わるもんかね。それが引き抜きから何からちょっと大声では言えんようなことまで随分派手にやったみたいで、箱のでかさだけが取り柄やったこの店をあっちゅう間にトップにのし上げてもうたんです。ほう、随分なやり手みたいだね。そう、うちの支配人、夜の世界では知らん人がおらんちゅうくらいの有名人なんですよ。そうなのかい。うん、そりゃいっぺんお目にかかってみたいもんだね。ちょっともう、ええ加減にして。こっちは何払っとんねんぞ。ちょっと触るくらいいいやろ。え、お前もまず。おおか。なわけあるか。お客様、当店はお触り禁止です。どうかその辺で。かわいやっちゃな。お客は大概にせんと。大概にせんかったら何やってんの。妈的，等会经理出来教你做人。こっちは金払っとんのやぞ。ガタガタ抜かすね。このボケ。おいおい、全然大丈夫じゃないじゃないか。に逃げよう。なあ、この店で暴れるやなんて。まあ大丈夫。马上就有人出来教他做人了。だから、なんでそんなこと言い切れるんだ。出てくるからですよ。彼が。这种场子都有人造的，你妈的，你出来找茬什么意思嘛？好，应该是真岛。真岛现在好年轻。あの男か。あれはただのケツ持ちだろう。お客様。ん？本日はお越しいただきありがとうございます。何やお前。ケツ持ちちゃうんか。よく間違われます。違います。え？せやったら何やねん悪い。申し遅れました。私、当店支配人の真島と申します。お前が支配人やと？え、あれが例のこの店はヤクザが仕切っとんのかい。お見苦しくて申し訳ございません。こう見えても堅気です。それよりもお客様、まだ很低だよ。恐れ入りますが、当店でのおさわりや暴力行為はどうかご遠慮願います。気に食わんちゅうんやったら力ずくで来てみろや。その面こき落としけ。そういうわけには参りません。
お客様は神様ですから。妈的，先礼后兵。心がけやないか。お前さんのその心構え気に入ったわ。こいつはおごりや。たーんとも。妈的，不要太过分。どうや、神様からのお恵みは。ありがとうございます。私はこの酒を一度浴びるように飲んでみたかったのですが、おかげさまで夢が叶いました。こんな野郎、ええどけおや。妈的，这个人身手很好的，你真的要跟他打？お客様、打不过的。重ねてお願い申し上げます。所以看得出来，真岛其实是个很克制的人。お引き取り願いませんでしょうか？もし、你看他现在也还在给这个人留面子。ますと、しゃらないやつね。しゃないの。あ、一丁景気のやれや。我操！そこまでお客様がお望みなら、この真島、僭越ながらお相手いたしましょう。ただし、私からは一切手出しはいたしません。何しろ、お客様は神様ですから。まだそんなこと抜かすかい。なめおって。さあ、ショータイム。妈个蛋，是不知死活的人。一开始先只能用闪，他的身手很灵活的。然后看，就是神这样的话，忍耐终有回报，时机成熟才提供极致服务。在攻击时按这个，按了。妈的，实力真是强！来嘛，干嘛？客人全部看戏。おしぼりはいかがですか？なんなんやお前は。くそ！你不要再给自己丢人了好吗？好，冰锥。可能。哦，啊，危ない！なめんなよ。危険ですので、こちらはお預かりいたします。妈个蛋，人家没动手打你，是给你面子。混黑道也要讲道义啊，要以德服人。警察に突き出してやる。さばけろ。君。お静かに。こちらのお客様はご覧の通り店内での違反行為を繰り返し、皆様へご迷惑をおかけしました。本来ならばこのまま警察へ出頭していただくべきだと存じます。ですが、どうかそれはご容赦願えませんでしょうか。なんだそんな。こちらのお客様、このまま警察へ突き出されれば
これまで築かれた社会的地位を失うことになりましょう。一時の気の迷いに対する報いとしてはあまりに酷ではないでしょうか。妈的，你这人格这么伟大！お客様に一つお願いがございます。俺に？はい。夜の世界の流儀として、酒の席での失態は酒で注いでいただきたいのです。今日この場のお題すべてお客様がご馳走してはくださらないでしょうか。你看很聪明，他如果说他要是不就放过他的话，代費は奥を下らないはず。それ俺の。他要放过他的话，这帮人也会觉得他怂。但是让你他以退为进，以这种方式让你给其他人解酒钱，反而显得他很伟大。这个名声一旦传出去，显得他不得了。楽しんでいただきたい。すべてはこの私のわがままです。どうか私のわがままを聞き入れてはくださいませんでしょうか。わかった。皆さんがそれで言うてくれるんなら、この場のお題全部俺が持たせてもらう。それで許したってくれんやろか。ありがとう。妈的，他是不是你请的托？我怀疑是你请的托吧。おっしゃってくださいました。皆様いかがでしょうか。六六六六六，ありがとうございます。皆様の寛大なお心遣いありがたく頂戴いたします。勇気あるご判断をなされたこちらのお客様にも拍手を。妈的，他以后绝对不会记恨你。他现在已经惭愧的想死了。楽しみください。あれがここの支配人。はい。なるほどな。この店がナンバーワンになった理由が分かった気がするよ。彼を見るとみんなそう言います。キャバレーグランドの支配人、真島五郎、蒼天堀の夜の帝王っちゅうやつですわ。屌屌屌屌屌。哎，他在干嘛？哦，抽烟。哇，一个老头还拉车。你看他干嘛嘛？妈的，为什么他旁边就是泌尿科医院？支配人、先ほどはありがとうございました。いつもすみません。フロアどうや？落ち着いたか？はい、あらかた元の通りに。ただで飲めると分かって注文がひっきりなしですよ。そうか。あいつら怪我は？いえ、突き飛ばされた斧のやつもこれといって。
マキちゃんにはボーナス弾んだれよ。父もまるで何もなしじゃ。モチベーションガッツ。もない。はい。それは先んじて伝えておきました。ならええわ。あの暴れてたドアホ、一応見張っときや。名刺は押さえちゃるが、とんずらこかんとも限らんからな。そちらの方もすでに手配しています。よっしゃ。うん。概ね問題はないのですが。なんやねん。先月入ったかなえちゃんなんですけど、ちょっと他の子、特にさくらちゃんとうまく。还要管内部的团队。確かにな。你妈的，这个真岛是个人才啊！私からも話はしてみたんですが、なかなか。あったあった。俺からも話しとく。すみません。お手数ですが、お願いします。是这里吧？哎，先生，どないです？この店。ん？支配人？どうしました？いや、素晴らしい。こっちに来たと。先生、来ないですこの店。支配。先生、来ないですこの店。気に入っていただけました？いや、いい店。他说应该是在休息室。ちょっと、最初どう？我们找找休息室在哪。这里不能走，哎，反正这个屋子就这么大，去逛一逛好了。哦，这里。苦瓜脸少爷，哈哈哈哈。等会儿啊，香啊！我虚伪一点，虚伪一点。妈个蛋，年轻人，年轻人还是不要那么跳。啊，还是很会认怂啊，很会认怂。什么？那个发呆少爷？哎，你发什么呆嘛？啊？
这样啊，我操，妈的，你简直就是爹好吗？你已经不是经理了。50万啊，算算除以十等于5，然后再除以2，25000。哎，对于土豪来讲，这个也不算多呀。操！不要这样！哎，还是不要这样啊！不是，说当初你不应该这样，你要说。就你现在的他帮你结，你之后的再自己付，对吧？不然这个那你说的呀，这又不是他乱来。お楽しみのところ失礼いたします。なんだ、やっと持ってきた。お、あんたは艦隊の支配人さんじゃねえか。酒は人の金で飲むに限るよな、まったく。お客様、ちょっとお話があるのですが、ご足労願えませんでしょうか。なんだよ、人が気持ちよく飲んでんのに。お時間は取らせません。どうか。しょうがねえな。400000，你妈的，能除以二200000，我操，那妈的200000了！你喝酒能喝掉200000，你妈不得了！200000人民币左右。あの支配人。この方は俺が相手する。お前は仕事に戻れ。はい、わかりました。さ、妈的，这简直是救火队员。哎呦。繁盛してるじゃねえか。ついこの前までカンコドリが鳴いてたってのにな。変われば変わるもんだ。何しに来たんや、佐賀。そうじゃけんにすんなよ。あ、他们两个认识。ちょいとお前さんの働きぶりを確認しにな。これも仕事だ。まあただで飲めるとは思ってなかったけどな。来るならちっとは行儀をしてくれんか。客が減るっちゅう。おお、そいつはすまなかったな。そうやったよ。他确实混得好呀，无烟不知无烟不晓。哎，你看这服务态度，很自觉，让客人觉得很舒服。聞いたよ。さっきもご活躍だったらしいじゃない。さすがは真島五郎。蒼天堀の夜の帝王。夜之帝王。客との喧嘩を見せ物に仕立てて、ついでに飲み代まで取り上げちまうなんてよ。なかなか気が利いてるな。やっぱりお前、仇が向いてるって。那看来其实那应该有很多人都想让他去自己的厂子当经理吧。誰がこんなことスキルやるかっちゅ。毕竟是个人才啊。それお前。叫王新人进来。一直在敲门呢，我给他开了。金も地位も名誉もある。ところや女だって随分寄ってくるだろ。そんなことは望んでないってか。皮肉なもんだ。そんな誰もが羨む立場を得たお前だけがただ一人この町で別の何かを求めてる。幸せってやつはいちいち意地悪にできてるらしい。今日は随分おしゃべりやないか。しけた面のお前を見てたらなんとなくな。
可能我懂了，这个人可能是想让他重出江湖。これはお前への罰なんだからな。想让他重出江湖，过来刺痛他，激发他重出江湖的欲望。そろそろ本題に入ってくれまへんか。俺はいつになったら極道に戻れる。你看他想回去。オーナー。何度目だろうなそのセリフ。どうしてそんなに。那你到底什么意思啊？那你过来勾引他是干嘛呀？你这是欲擒故纵呢。あんたに分かってもらう必要はない。什么鬼？今月の売り上げ。この調子なら来月にはノルマの1億達成するで。おお、そりゃすごい。とぼけんな。達成したら島野の親父に俺が極道に戻れるよう口利きする。忘れてへんやろな。さあそんな約束したっけかな。この件で冗談は通じひんぞ。ダメだ。あと5億稼げ。你妈的，还要再赚五个亿？去你妈个蛋！你个老流氓！我好想揍你。なんだ？殴らねえのか？妈的，被你的立场给挡住了。そんなことしたら、お前はあの暗い場所に逆戻りだ。黑黑的地方是什么地方？これがお前の戻りたがってる世界のやり方だよ。ヤクザがお前みたいな金づる、簡単に手放すわけがないだろう。どうだ？やっぱり肩の方がいいんじゃないか。我靠，脸色突变，什么鬼？上等や。五億やろうが何やろうが何ぼでも稼いだろ。極道に戻るためやったら、俺は何でもやったるわ。ほう、何でも？ああそうや。それが殺しでも。哈，妈的，原来你的真实目的在这里，老子不回去了。極道に戻れるとしたら、お前は人。老子不回去了。妈的，狐狸尾巴露出来了。原来是想干这个事儿。妈的，还怕老子不见你，故意点那么多酒。いや、意地悪いってすまなかった。極道ならいずれそういう山を踏むこともある。お前にそれが分かってるのか、ちょっと聞いてみたかっただけだから、引き続きよろしく頼むよ支配人。但是说这个厂子应该还是黑道的资产，他只是负责在这里运营。一つ忘れてた。ここのホステスにノリコっているだろう。それがどないした？そいつ明日から別の店でやらせることにしたから。え？即戦力が欲しくてさ、ノリコはここのナンバーワンなんだろ。おあつらい向きかと思ってよ。本人にはもう伝えてあるから、こっちの方はよろしくな。売り上げ落ちないように頑張るよ。你妈的，你还要挖人，还又要我赚五个亿，去你妈个蛋的！还好不爽。阿德老师不想回黑岛了，我赚了钱移民海外，随便你们怎么搞。失礼します。あの支配人、今のりこちゃんから明日からよそに移る。ああ。ご存知でしたか。なんだってこんな急に。分かっとる。そうだった。たく。落ちこ。よそですか。オデッセイの望みちゃんがダントツでしょうね。妈的，这意思说你们也要挖人喽？
あの支配人、どちらへ？決まっとるやろ。望みをうちに引き抜く。马上的，那人家的一个店要跟你刚正面呐。引き抜くって。夜の世界は弱肉強食。わかりました。那没办法了，这只有跟人刚了。什么人啊？对呀，打扮这么古朴。哎，啊，妈的，教武术的。哎呀，对。哎，什么鬼啊？这你妈的还有人围观，戳眼攻击，哐哐三角，框不出来。框框三角，哎，没用出来呀。不是吧？也不是啊，哎，怎么出那个嘛？我根本用不出来的呀，哦，你不要按多，不要按多，按多了就出不来了。你好弱呀，把你顶着的，秒杀呀，好，秒了。那你还装逼，装不装？坐着。啊！妈的，跳了我脸，你又跑了。哎，这边。哎，先离开这个地方。
先到街上去。好，让开！我操，把你砸场子来了！你是大红人，你现在大家都知道。你要干嘛嘛？哎，看他那个眼睛是有问题，瞎的，所以说才遮住的。いらっしゃいませ。お一人様ですか？ああ。すみません。ただ。かまへん、待つ。ほんま、すみません。なあ、そない気ぃつかんでええねん。飲む。客满也不拒绝客人。嗯。大変お待たせいたしました。啊，那么正襟危坐的。我操！你妈这都看得出来？呵呵。是个什么鬼？这是谁呀？柜子。おお、こらえらいべっぴんさんが来たな。おおきに。飲み物何飲まはります？ほな、とりあえずシャンパン頼むわ。はーい。こっちお願い。先聊这个。それにしてもこの店は可愛い子がぎょう。そう、100人くらいおるんとちゃうかな。今日は40人くらいやと思いますけど。うん、生意真是好。知らん子も多いんやろな。せやな。週に一度しか来ん子とかもおるし、同じ席について初めて話したっちゅうケースもしょっちゅうです。そっか。ちゃいます。そんだけ辞める子が多いんです。辞める？うちは上下関係めっちゃ厳しいですし、ちょっとでも人気出そうな子が入るとすぐ上が潰しにかかるんですわ。競争が激しいっちゅうことか。せやけど、そない中でも人気ある子っちゅんは。そうですね。ナンバーワンののぞみさんなんか。毎日開店と同時に目当てのお客さんがひっきりなしに来てますわ。そののぞみっちゅう子はどんな子なんや？のぞみさんですか？ほんまはお客さんに他の子のこと話したら、あ、まあ、人？真面目。その、
お客さんの中には銀行のお偉いさんとか政治家の先生とか政治家原来都是领导せやからうちらそないな人と話し合わせるために新聞やニュースをいつもチェックしとけあ要显得有谈吐言われてるんですのぞみさんは特に真面目でやる気のある人やからそういうお客さんから受けが良くて指名等于说比较脑子比较有质量啊ちゅうわけやなほんなら人気が出んのも当然やなあせやけどこの前若いお客さんが来た時は逆に全然話題についていかれへんってめっちゃ面白かったですわあまだ嫖客跟不上机了うちがそないなこと言ってたのが他の子にバレたら大変なことになってしまうから安心しいや誰にも言わへんって可愛いとこがあるやないかそののぞみちゃんもうん机智貴子ちゃんは何が趣味なうちうちは最近スキーに行ってる。今週末は狗又干嘛？又要出去？週末はいつもスキー場行って滑ってますわ。でね、新しいウェアがめっちゃ可愛いね。誰か買ってくれへんかな？だせ、逆に貢いでもらうつもりなんやろ。まず意思就是问你会不会买。お客さんおらんもん。なな、今ならうちにプレゼントするチャンスやで。まず就是让我给你买。妈个蛋。サンタさんにでもお願いしや。各种装不懂，你妈个蛋！もうお客さん行けずやわ。えも。今日はまたえらい混沌な。毎日こない繁盛してるんか？まあ年末っちゅうこともありますけど、最近はみんな強制で同伴させられてるから、その分お客さんが多いんとちゃいます？啊、你那个变态是个什么鬼呀、啊？けど、そない。他在那里，妈的还有客人进来吗？景気悪そうには見えへんけどな。単に意地張ってるだけですわ。意地？最近客の入りでグランドに負けっぱなしやさかい。今月は絶対に勝たな全員。原来是这样。むちゃくちゃ言わはりますね。なんやそら。自分とこが儲かっとればそれでええやないか。なんでグランドが関係あんねん。うちもそう思うんやけどな。支配人はそう思ってへんみたいで。正直なんぼ同伴したって常連さんも毎日何十万も使ってくれるわけとちゃうし、新規のお客さんを増やさへんと頭打ちないよね。ほう、そうや。なるほどな。干嘛？谁呀、啊？店の中くらいサングラス外したらどうでっか。グランドの支配人は？他扔出来了呢！哈哈哈！哎呀，老子今天过来玩玩嘛。せ、楽しまれてますか？これはこれは山形さん。オデッセイの試合に自らおいでになるとは恐縮やの。你就是今天眼罩没戴，所以戴个这个嘛。すまんの、ちょっと外してもらえるか。妈的，我觉得那个小妞肯定要被开。さすがはうちとためはる店の支配人や。あんたの方は随分と回りくどいやないか。こそこそ忍び込んで敵情視察、それがあんたのやり方か。そないなことせんでも望みに会いたきゃ呼びますせ。説得でも交渉でもしたらえ。え？真的？そないなことしても。不要骗我。トップのあんたがうんと言わな。ことは動かん。俺が説得しに来たんは望みやのうてあんた。好、マーカダン。私。俺が見たところ、この店確かに繁盛してる。客人比較老。客層がおっさんに偏っとる。今はそれでもええが、今後もっと売り上げを伸ばそう思うなら。まだ你说的很有道理。
うちは在籍100名を超える大箱です。客の好みにも幅広く応えられてんとちゃうか。いや、この店のホステスはどれもおっさんが好きそうなタイプの女ばかり。わか、まだ。実は今オデッセは深刻な女不足や。一人でも多くの新人が欲しい。啥意思啊？你要共享机呢？根拠はあるんやろな。俺が店に入った時、満席っちゅうことで入り口でチートばかり待たされた。せやけど中に入ったら空席が目についた。これは客全部を相手にできるほどのホステスが出勤してないっちゅうことやろ。その証拠に男3人に女2人っちゅうテーブルがあった。普通はマンツーマンが基本。うん、場合によってはクレームが。也可能是那个穿衣服穿的有点穷的那个没钱叫鸡。よう見てはるな。ま、賢いあんたのことや。そんだけ言えば。就是妈的，你们要共享共妻嘛，是不是嘛？就这个意思呗。こちらの事情はすべてお見通り。那你直接说好吧，不要这样。女性のナンバーワンは望みや。けど、その望みがおらんようになっても。今の客層を支えるホステスは十分揃った。ここにはホームランバッターは腐るほどおる。そろそろバントのできる選手が必要な時期なんとちゃうか。それでうちの4番に対してあんたは何差し出すつもりや。まずは手付けとして1000万、明日にでもうちの門に届けさせてもらうわ。おお、それだけやない。今うちで教育しとる新人、若い客層を狙って育てとった連中や。あ、等于说两家要合作嘛。将来の一番バッターっちゅうとこが、そいつらから好きなの何人でも持っていけ。我操！マジマハ。还有这种好事？あんたが目つけた秘蔵庫をこっちによこすと。ああ、そうこうし揃った将来間違いなしの連中やで。ええんですか？敵に死を送るようなもんです。こっちは当面の売り上げが欲しい。その代わりあんたんとこには将来の売り上げを保証する。別に、そっちだけが得をする話ではないで。有道理。なるほどな。あんたは顔に似合わず敵作らんとうまいことやる方法を知っとるらしい。これが真島五郎のやり方っちゅうわけか。交渉成立ってことでいいな。ええでしょう。ただあんたんとことうちはライバルや。今日みたいなのはこれ限りにしてもらいましょうか。これからはうちも全力で勝ちに行かせてもらいますわ。哎，你们两个合并算了嘛，不要打了。好きにせや。さてと、ええ酒飲ませてもろうた。お勘定頼むわ。勉強させてもらいましたからね。妈的！空ごちそうさん。ほな。妈去，你没喝什么吗？你就叫了个人。你不要这样。本当ですか？なんていつもいつもどうやってそんな。妈的，店长表示热了狗了。いろいろあんね。のぞみのシフトとか詳しいことは明日話すわ。わかりました。お疲れ様です。但你没见过那个妞啊，万一他真的是陪这种大叔比较靠谱的，陪你那边你觉得妈的一坨屎，那怎么办嘛？这里有个妹子，妈的好丑。哎，算了吧，身材还行。兄弟们，我怎么才能过去呢？
哦，上桥这样过去。妈的，不会被你追上的好吗？什么鬼啊？你也要管闲事吗？哇，我靠！你不明白你手上的青龙刀有多好吗？所以我才不想卖给你。什么鬼啊！你让我来控制啊！不要啊！哦，还好，只是让我看。水平差距是有点大呀。好，妈的，跟童声一样，悟到了一些精髓。怂不怂？哦，哼哼，啊，妈个蛋，装逼失败你就跑呢？我操！又遇到你了，你不要这样好吗？武器贩子，哎，你不要跟我多事儿。哎呀，我操！你妈的两个堵着我，你搞基呢？什么鬼啊！妈的，你一个人打不过，你也两个人打。哎呀，不要逗我呀！什么鬼嘛！都被你打死了怎么办？要防御，起来啊！起来啊！打我呀！再来！哎呦，这个棒球棒耐久是无限的，你们看，它是这个强者模式自带的，用善用啊、用。哼，妈的，就把它打飞了。屌不屌？我想起了打架的时候用过而已。呵呵，叫飞虎。哎，
非寻常。妈的，你有什么吗？哎，我说你把我带走了，妈的，我要回店里的呀，你不要这样啊。哎，中餐馆。哎，哦，那等于说既卖饭又卖刀嘛。取得武器、配方、材料。哎，拿点好东西来看看呀。原来这个中餐馆还卖刀。啊，总是你想到就去买一个武器，要不要看？哎，我去，妈个蛋，我要回自己的厂子，你给我带了多远啊？你把我带哪儿去了？这个那个怪叔叔，你要拐卖我呢？不要拐卖我呀。啊，打打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 打妈，你还认不认怂啊？这什么嘛？啊，不不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 掉不掉不掉！妈的，还能钓鱼！我操，这游戏！又有什么东西在地上啊？啊！我操！持有现金，妈的！等会儿，等会儿，你给我站住！你给我站住！我喂。打不打嘛？哎呦，还好，躲开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 ！妈个蛋！更有武器的好吗？他硬值很高，小心小心啊！哎呀妈的，失误了，失误了，不然能打死他的，真能打死他。什么？妈个蛋！哎呦我操！不要这样，钱就被抢光了。哎呀，拉
老师好烦。哎，等会儿，等会儿。哎，算了，老子烦的一逼。这什么地方啊？妈的，没有搞错吧？啊，没搞错。哦，马丁。哎，老子个逗逼。誰やお前ら。オデッセイのもんや。支配人が納得しても、俺らが納得。好好好好好，打打打打打打打。哼，よ、客には通用しても、俺らに土下座は通用せんで。お前ら。あ？お客様は神様。うちの店に来た客になら土下座でもするし、靴でも舐めて。客やないなら話は出る。好，打。妈干死你！好，又赚了几万块回来，不错。お前ら、仕返ししたかったら店に来いや。ただ、その後どう？好，怂了，怂了。这是他住的地方吧？哎，我家狗又敲门了，我放它进来。操！我看到了个小强，看我的杀虫剂！我家里面这么穷啊！这谁呀？这干嘛呀？妈的，想干什么嘛？妈的有阴谋！この町は牢獄や。俺が塀の外に出られんのはいつなんやろな。啊，等于说是在监，可能那些黑帮派来监视他的。啊，总算还是赚了点钱。